皆のもとへ逃げおせねば。狙うは劉備の軍ただ一つ。走る者は全て切り伏せい。曹操様、劉備は南軍の城を通過した模様です。長い不動で見えにかけた。みんな援軍を早めよう。劉備に追いつくぞ。劉備様のため、ここは倒産。希望そのもの、お前たちに終わせはしない。劉備殿は無事に逃げられたのか。私も一度引き体勢を整えよう。お見事、見せつけてくれますな。十分だ、我が知略見せつけてもらおうか。Yeah!
撃の動き、諸葛亮殿の予見通り、あとは後期敵に火をかけろ。炎は煩わしい豆を早く召喚に当たれ。報告、劉備は依然健在で北西へ逃走中。このままでは逃げ切られてしまいます。逃げることに勝っては天下に並ぶものがないな。もう兄者は大丈夫だろうな。ならこんなところはさっさと散らかるぜ。さすが皆の機関たるお働きよ。戦は知略でするもの、おい知るがよい。たった一人で残る我が知略の餌食になりたいらしい。おお、
てかかってくるといい。
けてくれますな。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。皆の規範たるお働きを受け取ってほしいな。拙者が引けば敵を安者へと導いてしまう。目立ては避けねばならぬ。
なからず時は稼げたでしょう。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。優美との魔法戦は決まりません。ここに引いていただきましょう。私の心臓の中にはあなたは十分な処理ができました。これで竜の逃げ切れるはずです。そうそうね、ついてきたか。まだ戻らんと思うき、素晴らしい復活策ですね。そうそう、私にも殿下を分けていただきたいものです。報告、関羽の位置を補足。現在劉備を目指して移動中のようです。奴らが合流しては攻防を仕事はなくなる。一緒に格好撃はするのだ。
ならばそこで奴と真意を決しようぞ。